それじゃあ、行きますね。はい。あれ、SOD って近くで打つと、ガラスになるんですね。ちょっと距離を打たないと。近すぎると、ね、コンテナごと当たる。あー、なるほど。あ、だめだじゃん。だから、ばらまきはしないだけ。だから、でかいミサイルが一発当たるだけで終わる。あ、なるほど。はい、わかりました。はい、じゃあオールグリーンで行きます。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。お、大丈夫です。どうしようかな。よし、なんかもう干ばくお願い。しげさんの対象で。はいよ。お願いします。いるよ。はい。しかし、共同飛ぶんでもいいんじゃないの？うん、なんかでも、サメさんが、うん、新宿マップしかない。なるほど。共同。さあ、B1 来た。接近しつつある敵の機関部隊を全滅させよう。だが敵もこちらの艦隊に。向こうのファイター見てなかった。攻撃だけでなく、護衛にも気を配るんだ。先生。三発。ロックした。敵艦隊周辺は対空攻撃が激しい。突入には十分注意せよ。敵イージス艦にミサイルが撃墜された。遠距離攻撃では有効なダメージを与えられない可能性がある。敵イージス艦は収束。強力な対空性能で接近するミサイルを撃墜する。注意。迎撃中の両機が敵機撃墜。よ旋回旋回また旋回ミサイル発射あやばいこれしかもあれペロキが消えるなんか平和な干ばくになってるけどええの？あ、来た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 ぞ敵が来たあ、落とされたペロ20ミリで落とされたゼロハチとやり合おうかな支援部隊が到着したいや、ゼロハチ硬いなあれ敵フリゲート撃破ゼロハチ硬いな自軍艦船より敵艦へのミサイル攻撃ロックした発射敵フリゲート撃破ゼロハチに疲れてるわー落とされた敵イージス艦撃破もう横からでも当ててくるからな支援爆撃隊が敵艦隊への攻撃を行う差し悪いわ自軍機能部隊のダメージ 30% 敵機能部隊へのダメージ 70% ゼロハチゼロハチ落ちろ残り時間あと3分ペロハチ落ちた誰かが落ちた攻撃で落とされた
さえらい大差で勝ったで。敵艦隊の全滅を確認。素晴らしい戦果。制海圏の奪取により我が軍の作戦を優位に進めることができる。おお、ヒゲさん。